ちょ、あちゃんです。ギリギリ、もう閉まるとこ。でね、表のね、あのコロッケ屋さん閉まってて、まあ、コロッケ買う気がなかったけどね。今度よ、あれ買おう、ローストビーフ買うかな思ってんだけどちょっとね、お値段はんねんけど、まあ頑張ってローストビーフ買おう、うん、そうかね、中のね、その豚ビ肉とか買って自分でローストビーフ作ろうかな悩んでんねん。どっちでもいいかなと。寒くなってったな、ちょっと。ちょっと奥はでね、うずら卵買って帰る。うずらを買ってゆで卵にするか。そうか、うずらをゆでたやつを買うかな。水煮缶、缶じゃない、水煮のやつ。日本製のうずらがあるからね。業スのやつめっちゃ入って安いねんけど、めっちゃ入ってんねんけど、中国製やねん。だからちょっとね、ちょっと怖いんで。信号が変わりました。すごいな、ここめっちゃ混んでんねん結構詰めるから曲がられへん。大変やな。松田いいなぁ。どこや、松田を買おうか。ちょっとこじゃれた、ちょっとこじゃれたシトロエンを買おうか。鈴木の会長退任やって。へぇ、おさむちゃんついに辞めんねや。なかなかあれな、止まってるよな、センサーの下に。センサーのちょっと前とか行ったら変わらんからね。やっと変わりそうやな。よし、次はね、大桑にお買い物行くから。卵はね、大桑で買う。あ、ここで買ったかね、エバーグリーンで買ったかって言うけど、気づかへんかった。エバーグリーン出てからさ、お弁当いつものよりスペシャルで2品ぐらいお肉入れたのかな。牛と鶏と、入れたのかなと思ってね。ちょっと明日のお弁当は最後やし気合を入れよう。で、自分のも作ろうかな。それも日川が明日はお弁当ない、お弁当じゃない、給食ないのよ。だから日川のも作ったらな、他にも弁当作ったのか大変で作らんねんしね、楽やしね。ちょ、いつもよりちょっと早めに起きて作ったらええしね。うわうわ、遠い重いからブレーキかけて押してくる。結構今思ったんだよ、ジャブジャブ言うのに。後ろにね、36リッターの灯油とガソリン満タン入ってるからね。だから液体だけで100キロ近くあんのよ100キロないか、36の40、70キロぐらいか。あっちゃんにて100キロぐらいね。
あ、混むね、この時間ね、みんな。帰る時間。わー、ちょっと待って、ちょっと待って、これはちょっとやばい。覚えてよかった。交差点のど真ん中で赤になってしまったよ。みんなタラタラ走ってくれるから。久々にそこから裏道帰るか。もうそこやねんけどね、こもんやな、ここが。久々やね、今回の。昔はね、あの中和幹線の中でここ通ったんやけどね、抜け道にね。ここ抜けると早いんや。あっ、今んとこ曲がらなあかんかったのに、車で出たから曲がり損ねたよ。曲がらんでもいいね、曲がった方が早いね。どっちでもよかったよ。こっから来たどこか分からへん。やんこれ。なんか曲がらなあかん気がしてんけどね。ここがね、昔通ってた裏道なんよ、うん、ここじゃないね。これは昔通ってた大殿の裏道、うん、懐かしいな。いや、モルティプラや。モルティプラ68万円や。おもろいな、深海魚みたいな。これまで暗なってきたな。僕はでね、うずら卵だけ買うて。これなんちゅう車？ワーゲンの。セルフたこ焼き、そうなんねや。家ですよ。もう一回来たね、もうそこ奥やねんけどね。豚肉も買ったし、鶏肉も買ったし、まあまあこれで食材ぼちぼちとね、数日分あるんで。今度またね、土曜日にカット連れて行くときにちょっとだけ食材買ったら OK。 カット連れて行って、その後どっかでね、晩ご飯食べる、昼食べてから出てきて、でカットしてから晩ご飯を食べようかな。ここで
スに近いしね。よいしょ。では行ってきます。